西武ライオンズ甲斐野博 FA 移籍に伴うトレード工事。支配下選手登録工事1月19日、 FA 移籍に伴うトレード。埼玉西武ライオンズ投手34甲斐野博。背番号は34。背番号もう決まったのか。34って線のやんけ。西武が期待してる証拠やん。今年宮川がつける予定やったのに出されたから甲斐野になったな。NPB はこの件触れないつもりなのかな。人的保障はトレード扱いなんよね。ええの取ったわ。一軍投手用の空き番号が18と34しか空いてないからそうなるよね。もう一人無償トレードあるんやろか。石川三森と周東中村明を断って甲斐野一人は不自然やから野手はあると踏んどるわ。これ以上選手流出すると話題の批判が増えるから西武無償 SB 金銭のトレードやな。山川と甲斐野出す 1.3 億ならまあまあええトレードやな。正直も一人無償トレードあると予想しとるけど。分かけたいやろし無償トレードできるならしたいやろな。今回の件で山川にも悪いイメージつかないか心配だな。プロテクトリストはあくまで目安なんやなって。この後ソフトバンクから西武への無償トレードあったら面白いな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。